といい？いいけど、何かご用かい？掲示板を見てきたんだけど、あなたがサンテさんよね？ああ、遊撃士の方ですか？いやあ、お待ちしてました。すぐにお願いしたいんですが、今お時間は大丈夫ですか？うん、大丈夫よ。それで、どんな仕事なの？ご依頼したいのは、紺碧の塔での写真撮影です。塔の屋上に行って、あるものを撮影してきてほしいんですよ。紺碧の塔っていうと、アイナ街道の脇道にある古代遺跡の塔のことよね。その通りです。さすが、お詳しいですね。でも、なんで塔の写真なんているの？あ、もしかして新手の雑誌社とか？いやいや、違いますよ。僕は王都の歴史資料館から派遣されてきているものなんです。ですから今回の調査も学問的な調査になりますね。そっか、学術調査ってやつね。はい、そういうことです。まあ今回の調査は少し異例なんですけど。異例？まあそのあたりのことは後から聞かせてもらうわ。とりあえず今は仕事内容の確認が先よ。おっと、すみません、話が脱線しちゃいましたね。どこまで話しました？塔の屋上に登ってあるものを撮影してくるってとこまでよ。そのあるものって何を？屋上にある謎の装置のことです。古代文明の遺物なんですが、これが全く用途不明の代物でしてね。仕方がないので僕たち研究者は単に装置と呼んでいるんですよ。屋上にある装置って、あの台座みたいな機械のこと？あれ？ご存知なんですか？そうそう、それですよ。まさに台座のようなものです。ああ、やっぱりあれのことなんだ。もう動かないみたいだったけど、いかにも装置って感じだもんね。いや、それがどうも。そうでもないらしいんですよ。え？あの装置動いているらしいんです。動いてるの？あのへんてこな機械が？ええ、確かな筋からの報告も寄せられてます。誤報の可能性は低いですね。なるほど、それで急に調査に来たわけね。はい、そういうことです。とにかく装置の現状を確認する必要がありますから。確かに不気味ね、放ってはおけないわ。装置に危険はないの？はい、今のところ装置自体には。もちろんだからといって安全とも言い切れませんが。うん、十分に気をつけるわ。それで撮影が終わったらまたここに戻ってくればいいの？ええ、そうしてください。今からお貸しするカメラもその時に返してもらいますから。ではお願いしますね。結構ごついわね。そりゃそうですよ、機械部品の塊ですからね。あ、観光クォーツはもうセットしてありますよ。
あとはシャッターを切るだけの状態になってるはずです。うん、了解よ。じゃあもう一度仕事内容を確認するけど、紺碧の塔の屋上まで行き、そこにある装置を撮影し、それからまたここに戻ってきて、このカメラを返せばいいわけね。ええ、その手順で大丈夫です。あ、ただ一つだけ、なるべく凝ったアングルを避けてシンプルな構図でお願いしますよ。あくまで資料用の写真なので、できれば正面から撮ってください。凝ったアングルは避けてシンプルなのがいいのね。なるほど、了解よ。いい写真をお待ちしてますよ。ではくれぐれも気をつけて。おや、どうかしましたか？装置の正体は不明です。くれぐれも気をつけてください。
酔いしれたかな。
進め、子猫ちゃんたち。
ここなら何か釣れそうね。話の通りね。しかし神秘的な輝きだね。古代の英知を感じるよ。とっても綺麗です。何のんきなこと言ってんだか。さっさと撮影して引き上げるわよ。その方がいいわね。あまり長居したい場所じゃないわ。さてと、どこから撮ろうかな。
ちょっと近すぎるわね。もっと下がらないとダメかも。ちょっと近すぎるわね。もっと下がらな。ちょっと遠すぎるかな。ここからならいいかな。よし、ここに決めたわ。それじゃあ取るわよ。エステルちゃん頑張って。やめちゃうんですか。どうしたの。いや、考えてみたら別に私が取る必要はないのよね。偶然とはいえ、せっかくプロが一緒にいるんだもん。ああ、そういうこと。別にいいわよね。ドロシーにお願いしちゃっても。ええ、構わないわよ。自信がないなら頼んでみなさい。というわけでドロシー、撮影をお願いしちゃっていい？もちろん OK です。全力で撮らせてもらいます。ありがとう。じゃあカメラを渡しとくわ。それじゃ行ってきますね。おお、憎い表情ですね。じゃあ行きますよ。すごく渋く撮れたと思いますよ。あ、相変わらずね。うん、でもありがとう。よしっと、これで撮影完了ね。なら、すぐ町に戻りましょう。こんなとこに長いは無用よ。え、もう帰っちゃうの？ええ、そのつもりだけど。何か問題でもあるの？別に問題ってわけじゃないけど、せっかくここまで来たのにすぐ帰っちゃうなんてもったいなくない？あら、塔の探索でもしたいの？あんたがその気なら私は別に構わないけど。うん、やっぱりちょっと探索していこうよ。魔獣も手強いのが多いし、いい訓練になると思うんだ。確かに肩慣らしにはちょうどいい場所かもね。わかったわ。それなら少し寄り道して帰るとしますか。では行こうか。おお。子猫ちゃんたち。
おお、皆さん、お待ち写真は撮れましたか？うん、無事にね。あっと、そうだ、まずはカメラを返さないと。うん、確かに。じゃ、行きましょうか。え？行くって、どこに？もちろん、オーブメント工房ですよ。観光クォーツを現像しなくちゃいけませんから。ああ、そういうことか。うん、それなら早速行きましょう。はい、仕上がったぜ。うん、どうも。さて、写りはどうかな。へえ、驚いたな。プロ顔負けっていうか、はっきり言ってプロ以上ですよ。そんなにすごいの？ほら、ご覧になってくださいよ。確かに綺麗ね。うん、難しいパノラマモードで見事にピントを合わせてますし、いやー、なんといっても光線の取り入れ方が絶妙ですよ。装置の持つ長い歴史が見ているだけで伝わってきますね。これだけ撮れていればもちろん研究資料として十分ですが、そんなことに使うのがもったいないくらいですね。そうなんだ。うーん、奥が深いわね。すごいんです。それじゃ、これで仕事は完了ね。はい、そういうことですね。いやー、皆さんどうもお疲れ様でした。わざわざ紺碧の塔まで行かせちゃったりして。まあ、確かに大変だったけど、でもこれも仕事のうちよ。気にしないでちょうだい。そう言ってもらえると幾分気持ちが軽くなりますよ。そうだ、お礼と言ってはなんですが、どうぞこれをお持ちください。今回の調査のために研究費で購入した備品です。危険な場所に行くときにはきっと役に立つと思いますよ。ありがとう。せっかくの申し出だし、遠慮なくいただいちゃうわよ。悪いわね、気を使わせちゃって。いえいえ、大した品でもありませんし。では私はそろそろ失礼させてもらいます。今日はありがとうございました。そっちも頑張って装置の調査を進めてよね。いろいろ気になってるんだから。あ、そりゃまた大変な宿題ですね。まあ、ご期待に添えるよう僕らもベストを尽くしますよ。それでは僕はこれで。うん、それじゃあね。お疲れ様。無事に目的を達成できたみたいだね。何か依頼を達成したらまた報告に来ておくれよ。おや、何か見つかったかね。
ほう、この食材はリストになかったはずだな。これはすごい、予想を上回る成果だな。リストはもう完璧と言ってもいい出来になったよ。いや、遊撃士諸君、今回は目覚ましい働きだぞ。それほどでも。じゃあ依頼は達成ってことね。ああ、期待以上だったから特別ボーナスを弾もう。私の商売道具だが、みんなで美味しく食べてくれ。これって食べられるんですか？こんなにもらっちゃ悪いわよ。いや、君たちの働きは十分それに見合うものだよ。さあ、遠慮せずにどうか納めてくれたまえ。それじゃあ遠慮なく。君たち今回は本当にご苦労だったね。ではまた次の仕事で会おう。Thank you.